ラルジャンティエールは、フランスのオーベルニュローヌ・アルプチー県、アルデシ県にあるコミューン。県内に二つある郡庁所在地の一つである。住民はラルジャンティエロワ、もしくは、ラルジャンティエロワーズと呼ばれる。郡庁所在地としては、アルプドイコールオートイコールプロバンス県のカステラーヌに、次いで、国内で二番目に小さい。県南部、リーニュ川の渓谷沿いに位置する。オブナの南1 0トル。 バランスの南西8 5キロメートルにある。ラルジャンティエール城13世紀までは、セギュアリエールという地名であった。10世紀から15世紀にかけ、トゥールーズ博とビビエ主教により、銀行が開拓された。かつて町を支配した、ビビエ主教や地元の名家は、中世の町並み、15世紀の城、13世紀に建てられたノートルダムイコールデイコールポミエ教会などの、 建築遺産を守ってきた。小さな村だったラルジャンティエールは19世紀に工業化を遂げた。今日、ラルジャンティエールには軍長が置かれ、県南部の行政の中心地となっている。その一方、夏には観光客で大変にぎわう。1982年までパリリヨン地中海鉄道とフランス国鉄がサンイコールセルナンとの間で鉄道を走らせていた。 かつての駅舎はすでに取り壊され、跡地に憲兵隊兵舎と消防署が建てられた。1974年12月1日に取り絵を編入したが、1989年1月1日に分離した。ラルジャンティエールの紋章には、今時に両側2箇所の物圏内と銃眼付きの塔を有する白い城が描かれている。塔には白旗が建てられている。 すべてレンガ作りで黒で明かり取りの窓が描かれている。近年の市長議会は市長も含め19人で構成される。1962年から1968年にかけ人口が急激に上昇したのはラルジャンティエールが多くの春期を受け入れたためである。また、1982年から1990年にかけて減少したのは1989年に取り柄が。 分離したためである。1982年までペナロヤ社が鉛、亜鉛、銀を採掘していた。これらの鉱山はかつてロスチャイルド家の所有だった。鉱山が閉鎖された今、静止産業は危機に瀕しており、産業基盤は弱体化している。ありがとうございます。